マイデジ TV をご覧の皆さん、こんにちは。橋本翔平です。鳥越祐樹です。まあこれまで舞台としてそのベストストレッチを携わらせていただいたんですけど、なんかそれ何作もやって、なんかその映画化になって、なんかすごい感慨深いものがありましたね。しかもこの舞台を作ってるメンバーでそのままその映画にも挑戦させていただけるって聞いた時に本当に嬉しかったですし、とにかく朝霧先生含めプロデューサーさんとかの愛とかもすごくて、これは何としてもなんか映画もあのいいものを絶対撮りたいなっていう思いで挑ませていただきました。僕はこの話を聞いた時に、よっしゃとポッケに手突っ込めると思いましたね。ようやくヒールな、今まではもうね、本当にこいつはずっとポッケに手突っ込んでるんですよ。僕のようやくコートが来まして、手突っ込めると思ったのはね、置いといて、やっぱ映画に向いてるかなと思いましたね、このビーストっていう作品が。それで、しかもまだアニメにもされてないし、その肉付けするのがこの僕らが初めてっていうのが、すごくプレッシャーもあり、これまでやってきたその経験とかこの関係性をちょっとギュッて出せるので、すごいワクワクしてましたね。そうですね、僕は芥川龍之介という役を演じさせていただいております。おりまして、まあ、今回そのこの文豪ストレイドックスビーストではイフの世界なんですけれども、本当の世界線ではポートマフィアというところに所属しておりまして、まあどちらかというと分かりやすく言うと悪い組織っていうんですね。何を自分でやってんのか一人でコントしてる。で、まあ、芥川の生まれた貧民界の人たちでして、はい、まあ、幼い頃から、まあ、なんかそういう苦しいところをいろいろ経験して、で太宰治という役がいるんですけど、太宰さんは昔ポートマフィアに所属しておりまして、でその太宰さんに指さすな。指さすなよ、ね。先輩やぞ。で、鳥越祐樹が演じる中島敦志くんと出会うんですけど、太宰さん敦志くんのことをなんかすごい認めてて、でそれがすごいなんか嫉妬心じゃないですけど、なんか気に食わないなって言って、その普通の世界線ではここが結構バチバチ戦う役どころです。このイフの世界ではポートマフィアと探偵者なんですけど、それが入れ替わって僕が探偵者所属して物語が進んでいくというお話になっております。ね、この文豪ストレイドックスの世界観をこの短時間で喋るのはめちゃくちゃ難しいんですけど、これはもう本当に騙されたと思って一回アニメを見てください。シーズン1からシーズン2入ったらもう前のめりになって、多分もう手放せなくなるぐらいなんですけども、まあ、僕はもともと中島敦志で、もともとはイフじゃないところでは武装探偵者にいまして、太宰さんに拾われて、まあ気弱なでも芯がある、本当に振り回されるめちゃくちゃいい子なんです。で その時にポートマフィアの芥川とバチバチしてるんですけども、今回イフでまた逆転して僕がポートマフィアにいるんですけど、芥川と出会う前まではね、喫茶店のシーンがありますけども、すごい共通点がこうパッてあって、すごい朗らかな、今までの文ストの世界観ではないようなこの2人が見れるんですけど、そこからどうなのかなっていうね、なんかいろいろこのイフだからこそこの楽しめる文ストの世界観っていうのがすごい詰まってて、で特にこの2人の関係性しかりが楽しいですよ。ハマってみて。以上。僕多分初演が2017年とかにあったんですけど、その頃なんだろう、あまりヒールな役どころというかあんまやってなかったんですよ。だからすごい最初びっくりして、あ、こういう役できるんだってすごい驚いたっていうのがまず第一印象としてありますね。まあ、
の頃は可愛い役とかやっぱ多かったんで。何の話してんの何の話してんの急にあのそうですね、でも純粋にあの、まあ、原作もアニメも見させていただいて、あめちゃめちゃなんかその演じがいのあるなんか芝居して楽しそうな役どころだなっていうのは、うん、最初に思いました。確かにアクター側からヒールに火がついた感じだね。そうなんですよね、本当にそこから芥川と出会ってだんだんそっちの路線というか道も広がってきたという感じですので、なんか、うん、ヒールな役どころの感じはもう原点なのかなと思いますね。中島敦は知ってました。福沢諭吉、中島敦、太宰治の芥川龍之介ぐらいかな知ってたんは。そこから入ったらいろいろ覚えれました。勉強にもなるんですね、この作品は。本当に異能力にもね、その小説の名前だったりタイトルが用いられてる、これはもう僕にも勉強になりました。ありがとうございます。知識が増えましたよ。この作品すごいのが、東大生が見て勉強になるアニメってなんか入ってた気がするんです。なんかなったな、話題になってたわ。そう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 、だなんか勉強としてその歴史上の人物を覚えるって結構大変だと思うんですけど、アニメとしてだったらすぐ入る。東大行こうかな。いや行けるな。無理やめろ。でもそんぐらいね、知識豊富やし、文豪の名前しっかり、やっぱその側だけじゃないというか、ちゃんと伏線だったりいろいろ回収してあるので、それはすごい勉強になるし面白いと思います。まあ、まあ舞台とかでそのまあ、稽古の段階からその探偵者 の, あの皆さんの雰囲気とかいろいろ見ていたんですけれども、芥川としてそこに入るとなったらぶっちゃけ想像つかなくて、最初どんな感じでいるんだろうなと思って、でそれは実際橋本翔平としてもあのいつも鳥越雄貴君を経由していろいろ探偵者の皆さんと絡んでたりしてたので、いざ独り身で探偵者の中に入ると、あのもちろん仲いいんですよ、皆さん仲いいんですけど、あいつらすごいやろあの困ったな、どうしようかな。ここがバグってるから濃すぎて全然あのまとまりついてないあのそうなんですよ。だからあの鳥越雄貴君の偉大さっていうのを知れたので、心が広くなる、おおらかになるよ。おおらかになりますし、あでもやっぱそのなんか探偵者特有の温かさというか、あこれポートマフィアで感じれないこととかっていうのもたくさんやっぱあります。だから僕としてはもうよっしゃーでしたよ。なかなか僕もヒール役とかあんまりやったことがそこまでまあないですから、でね、小説読んだ時もうわ厚し、あ地下系じゃねえかと思って、これできるんだと思ったらすごい、だからワクワクしか、撮影前から、まあ、このビジュアル撮影しかり、すごく今までやってきた役なのにもかかわらずすごい新鮮でワクワクで楽しく、この撮影入る前から取り組んでましたね。もういつも通りですよ、まあ、もういらんことばっかしますいらんことばっかしますよ、本当に。いや、そうか。いや、でも正直僕一番最初結構緊張してて、うん、その映画だし、なんかこれはいつもとちょっと雰囲気なんか違う、迷ってたな、した方がいいのかなとか、ね、すごい迷ってたんですよ。ただその鳥越くんがその楽屋入ってきた時にいつも通りふいなんか一丁前のなんか映像役者ですみたいな感じでこう済ましてやがるから腹立ってきて、もう何済ましてんだお前、こんなこらえいやでもそうだよな、これでいいんだよねってやっぱそこで改めてあの再認識しまして、あの顔忘れもしないスタジオこうなって、いや結構緊張してたんですよ、これでも結構もうスタッフさんも知ってる人らばっかやのに、お前なんかそこのヒールいらんやろいやまあでもあの本当初日ぐらいです。もうそこからやっぱもういつも通りになりましたし、もう休憩中もね
休ませてくれないですよ鳥越さん。いやもうやっぱ戦いやから。でもそうですよね。で俺もやっぱ喜ばせようと思っていろんなことやるんですけど。やめてもらって、その喜ばせようと思ってっていうくだり。いやでもやる、いろいろやるたびに、はいそれ禁止、はいそれ禁止、禁止禁止禁止、俺もう禁止がどんどん増えてる。身動き取れへんかったな。身動き取れへんかった。でもなんかすごい和気あいあいで、まあもともといたメンバーもそうですしね、妹の金ちゃんもそうですし、すごいすぐ入る、まあ坂本監督が本当にやりやすい現場にしてくださったのが一番でかいと思いますし、なんですかね、まあ基本的に面白くないことはあんま禁止してるんで、まあ本当はもうそのおかげで多分面白くなってたとは思うんですけど、彼の魅力を引き出すために泣く泣くやってることなんで、そう言い方されるとちょっと違うかなとは思いますね。でももう休憩中もそうですよ、アクションの稽古はずっとしました。その場でね、アクションがつくから練習を2人 でまたこれが言いたいのが、この舞台ではすごい厚着してはってて、僕が薄着なんですけど、まあ動く分薄着だからすごいいいなって、楽やなと思ってたんですけど、撮影時期ちょうど夏前やったよな。はい、まあちょっと涼しかったな、まだ。まあでもコート羽織ってましたけどね。コート前開いてたよ、ひらひらしてたよ。これコートガン決まりのファーブーワで手袋ガンガンで、夏のしかしブワーホテルいやなんでこういう時に限ってこの衣装なんやって、そこだけはちょっと恨みましたわ。まあ、でもそれ逆気持ち分かりましたよね、俺がいつもコート着てる。いやでも舞台はさ、その日は関係ない。いやだって冷房効いてるしさ。いやいや三者定律、定律の時に衣装付け投資をして、あまり、すごい熱量なんですよ、アクションも激しくて。で、終わって、脱いで、外出た時の俺の体から出る湯気見ましたよね。うん、なんかね、世界違ったもん。なんかスーパーなサイヤ人かなとか思ってたけど、そんぐらいね。湯気出てたんですよ。でもその熱量はもう映画にもちゃんと持ってきてますから。それもアクションもすごい、多分予告のねアクションもそれだけでもちょっともう上がるものがありましたけど、破壊のセリフなんだろう、あれ何やったっけな、一個あったな、ずっと言ってたやつ何やったっけな、なんか言ってて、グズメじゃなくてなんか何やったっけ。あ、それはデッドアップルの時ってことですか。デッドアップルか、映画でもなんかなかったよ。ホゾです。あ、ホゾか、それデッドアップル、デッドアップルか。でも芥川のセリフですけど、ホゾここでホゾでも映画デッドアップルの舞台の時にここでホゾでも噛んでろってセリフを投げ捨てて、はい、投げ捨てて吐けるシーンあったんですよ。でそっからなんかもうホゾが気に入ってしまって、しまいには俺のことをおいホゾってそうなんですよ。ちょっとやっぱ芥川のその言語のセンスっていうのが、まず僕をやつがれって読むんですよ。どんだけ中二病やねんっていう、そこの可愛さをまず知ってほしいです。芥川の僕をやつがれって読むんかい。俺多分あの世界をったらずっと突っ込んでる、何ややつがれってって。橋本翔平で放送ね。どうしてくれですか。いや知らん。じゃあちなみに俺が翔平に言う放送な、はい、おい放送、おい行くぞ。こんな感じです。いやもう名前放送になってる。そうそうなんです。なんかないの。セリフ、そうっすね、思い出して。まあでも映画だったらやっぱ芥川が、まあこれまで舞台もそうなんですけど、技名をめちゃめちゃ言うんですよ、うん、で、まあいろいろその技名あるんですけど、映画版の、まあ、ビーストの世界だからこその技とかもあって。あ、そうやな。そうなんですよ。それってその普通の真っ黒い衣装、コートを着た芥川では絶対に言わない、なんだろう、技名。例えば、銀っていう感じが入ってたりとか、この映画ピーストならではの
その技を言うのすごい好きでした。結果自分かいこいつ俺のセリフ言っちゃうかったわ。あつしのセリフで そういう話やったよね。あごめんなさい、そうかそうかそうか、こいつこういうとこあるんですよもうね。そういう相手のセリフでか、インタビューずれがち役者です。あそうね、あつしか、あつしだったら芥川か。芥川でもそんな、そう、ね、でもやっぱあつしと言ったらもうクレープ食べるじゃないですか。やっぱり、いやでもクレープ食べたから、はい、映画でも食べさせてもらったから本当にようやく、しかも横浜で念願叶いましたよ。そうですね、いやいいですね、いやいいです、本当にこの撮影もね横浜でやったりいろいろやさせてもらったから、うん、なんかすごく見てても、ブンストファンとして見ててもなんかおって思うところが多分たくさんあると思います。今こんなガサガサの声でクレープ食べる、多分ホラー映像になるんちゃうかな。あの初演の時の多分一番最後のセリフがクレープ食べるだったんですよ、うん、そんな感じで、はい、クレープ食べる。もう80アツシなんですね。80歳の80のアツシを想像していただいて、はい、ありがとうございます。まあ今回その威風の世界っていう、まあ冒頭でもお話ししましたけど、この中島敦志と芥川がその逆だったらっていうお話なんですけれども、その原作ファンの方にはもちろん楽しんでいただけるような作品だと思いますし、でも逆に見たことない方でも一つの作品としてなんかこれはこれで成立はめちゃめちゃしてると思うんですよ。でこれをきっかけにそのやっぱ本編もなんか興味を持っていただけるような作品になっております。まあ今回そのドラマ性としてはもちろんなんですけれども、アクションとかもかなりド派手に撮らせていただいたので、そういう点では、うん、なんかいろいろ派手で笑いあり涙ありの映画だと思いますので、ぜひご期待ください。そうですね、本当翔平が言ってる通り、これを見てからそのブンスト原作戻っていただいたり、そしてブンステもね舞台の方でもやってるので、そちらに戻っていただいたりとか、すごくこの文豪ストレイドックスプロジェクトが本当に小説、漫画、映画、アニメで実写舞台と本当にたくさん広がってて、それぞれに本当に面白さがすごくたくさん詰まってるので、ぜひあのブンストの沼にどっぷりハマっていただきたい。そして今回の映画本当にアクションはすごいよ、多分まだやったもん、撮影を終えた身としてはワイヤー使ったりね、いろいろ高いところからとかいろいろ本当にたくさんのスタッフさんの力を借りて、すごくパワフルな、なんでしょう、そのぶん、おなんかおってなる瞬間が時折ちゃんとあると思いますし、小説もちゃんと僕が見て文祖ファンと一ファンとして見た時に、あこのシーン好きっていうシーンをみんな魂込めて演じてますので、ぜひそれを味わっていただけたらなと思います。映画文豪ストレイドックスビースト、ぜひ見てください。